ヤッホーカレンです。普段はランニングの MC などをしています。ランニングスタイルは去年までサブ4を目指していたんですけれども、今ちょっと怪我の関係でゆくゆくサブ4できたらなと思っています。ポップライン萩原です。普段は設楽悠太選手のそっくり芸人、もしかしたらとして、マラソン芸人、マラソンタレントとして活動しております。今はサブ映画2時間50分切りに向けて日々トレーニングをしております。ファッションランニングアドバイザーの牧野秀明です。ファッション関係の会社に勤めてまして、スポーツブランドのディレクションなんか、そういうことをしています。自己ベストっていうふうなところをこう目指して走ってはいるんですけども、ランニングを中心にしたライフスタイルを送っています。去年の10月に同じオールアウトマイルに参加したんですけれども、その時よりも怪我もあって、正直不安は今もあるんですけれども、今の自分を知るっていう面でも、あ、今回こういうきっかけがあってすごく嬉しいなと思って、思いっきり頑張りたいなと思っています。じゃあ終盤ですね、ファイトです。お疲れ様です。まあこのお話来て、オールアウトっていう名前で結構出し切らなくちゃいけないなっていうのがあるので、緊張して今回は臨んでおります。そしたらでは流し、ウィンドスプリントですね、行きましょう。で、今、テンポ走やってもらって、もう少し大きなフォームでリズムよくっていうと、あとは地面からの、反発も含めてですけど、ちょっと力力感ですね、スピードを出すような準備というのもあって、ウィンドスプリント、ジョギングの後とかテンポその後に入れるのが、適してるというふうに言われてます。スタート。最終的に、オールアウト全力でマイルを走るっていうふうなのが待ち構えてるところで、すごくこう、なんでしょう、緊張はするんですけども、なんかこうトレーニングも含めていろいろと座学もあって学べるっていうふうな場を楽しみにして今回は参加してみました。大きな動きです。じゃあ行きます。3本目、よーい、スタート。どうぞどうぞ。ラストで、いきます。よーし、ラスト1本、ファイト。靴が良かったですね。そうですね、今回ベロシティ、癖がないんだよね、あの靴。いい硬さ。そう、あとカラーも今回すごい爽やかですよね。結構好き、ね、可愛いですよね。あとは今回のウェア今回爽やかですけど、さっき走ったのもピンクだったんですけど、結構春っぽくていいなと思いました。では、オールアウトキャンプの座学ということで、これからですね、それこそ体のことだったりとか、そのランニングのもうちょっと基本となるところだったりとか、人の体の構造上、じゃあランニングで必要なものっていうのがどういうものなのかっていうのを、機能解剖学と運動生理学的要因でお話しできればと思います、でまず競技パフォーマンス向上で、動作についてというところです。で、パフォーマンスピラミッドという考え方がありまして、このピラミッド型になってますよっていうことで、この緑、ファンクショナルムーブメントっていうのと、あとファンクショナルパフォーマンス、あとファンクショナルスキルですね。パフォーマンスが続かないパターンとかっていうのは、これが逆三角形になってたりとか、ランニングの動作の中のランドリルだったりとか、それこそインターバルトレーニングとかペース走とか、その運動生理学的要因とかも含めてなんですけど、基本的にスキルの中に入ってきます。で、こ
まあトレーニングの、まあ、名称だったりとか強度順ですね。すみません、ちょっとこっちと逆になってるんですけど、上からきつい方ですね。レペティション、インターバル、あとペース走、テンポ走で、距離走、ロング走で、あとジョギングというふうになってます。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。自分がいかに基礎ができていないのかっていうのがを感じて、もうインターバルをいきなり何本かやっちゃう人って結構初心者に多いみたいな話があった中で、ああ確かに私は自分の走りをまず知れてないし、スキルの部分に行っちゃったなっていうところ、まず反省点と、逆に今から土台固めしていける期間があるんだっていうちょっと安心感もありましたね。まあ、結構自分の中でも20年ぐらいランニング陸上には関わってるんですけれども、まあそんな中でも八木さんに教えていただくことで新しい発見もあったり、なんか自分の中で試してみたいことだったり、いろんなあの発見があったので、すごくいいトラックになりました。その走れない間でもイメージで、まあイメージトレーニングのところで走力が落ちない、まあなんか落ちるのが多分、抑制されるというか、なんかそういうところがなんかすごいなっていう、イメージトレーニングとか大事なんだなっていうのに改めて、気づかせていただきました。気持ちの意識によってそのトレーニングの効果も違う、あとはまあもちろんそのパフォーマンスが、そのままキープできる期間みたいなものとかも違うっていうのを教えてもらったのは、あのすごくこうあのびっくりしてるな、あのなるほどなというふうに思うことがあった。はい、そうですね、フィジカル以外のメンタルのところ、そこのところもこう今後意識して取り組んでいきたいと思っています。はい、じゃあいきます。30秒よーいスタート。15秒。アートマイルをやるっていうまでは結構こう自分の怪我への不安が大きくって、うまく走りたいけどスピード出せないとかっていう不安があったんですけど、八木さんの指導のもとスピードを出せる快感というか、で他のみんなもそれぞれの目標を持って今回参加しているので、さらにこうサブ4に向けてもそうですし、練習ちょっと組み立てていきたいなというか、まあ、気持ちの高揚感もあって、まあ、楽しいだけのランニングでちょっと今抑えようって思ってたのが、あ、やっぱり記録目指したいなっていうところに至ったのは、うん、ここに来てですね。まあ、充実したオールアウトキャンプのキャンプの1日目を過ごせたかなと思いまして、まあ、メンバーともすごく仲良くさせていただいて、まあ、今日この後 1600m に向けていい準備ができたかなと思っております。走る以外のトレーニングのところで、きっと多分ここがダメなんだろうなと思ってるところが本当にこう綺麗に結果に出て、自分の課題みたいなものとかを見つけられて、今回はすごい収穫がありました。乾杯。72、73、54、ラスイッチ、ラスイッチ。